こんにちは、ベンジです。サイレントヒル3の続きをやっていきます。前回、前々回ノーマルエンドとバッドエンドを見たんですけど、今回お待ちかね UFO エンドを目指していきます。エクストラニューゲームで始めて、前回ねヘザービームっていうのを覚えたと思うんですけど、これどうしようかな、ハードでもいけるんじゃねえかな。結局途中までなんでね、いやノーマルにしようか、いやハードちょっと試してみたい。リドルレベルはイージー、まずは飛ばしまくって、ヘザービームで敵を30体以上倒してアパートまで行く。それでその時何も装備しないで入る、これだけらしいです。ヘザービームはそもそも何も装備しない状態で撃てるらしいんで、基本装備しないでいくでしょう。飛ばします。で、あとねちょっと面白い要素があって、今あれだね、服ノーマルだね。そのねヘザービームっつうのがちょっとどんなのかちょっと分かんないですけど、何これ、すごっ、これがヘザービームスタンバイ状態ね。構えて、まだ撃てないのかな、攻撃ボタン何ボタンか忘れちゃったこれかね、丸よね、出ないね、まだ出ないのかも。じゃあちょっとセーブしつつ、なんかこの紋章もちょっと変じゃない。はい、じゃあ進めていきます。来た、ヘザービームあのくるくる鳴ってるとこは撃てないってことか。ヘザービーム、ヘザービーム、溜め具合で変わるな。すぐだと一発、貯めるとぴょんぴょんで、もっと貯めると、あ、おしっぱでいける、そういうこと。ぴょんって押すとまっすぐ飛んで、長押しだとこう、じゃあ月みたいなやつ。おお、え、どういうこと、これで下も、あ、上ばっか、あ、なるほど、サブマシンガンみたいに使えるんだ。ヘザービームがいいね。で、あとね変身コスチュームをつけるとセクシービームっていうのに変わるらしいんですよ。あとね変身コスチューム、これ着替えるときに変身バンク入るんですよいきますよ、はい、ああ魔法少女だからね変身、ダセセクシービームなんとかって言ったな今。じゃあこれでビームを打ってみましょうか。セクシービーム、おー、あ、違うじゃん、セクシービーム、長押しは、あ、セクシービームの方が強いじゃんこれ、前と、あれは、あ、これもできる、あ、これ強い、これ強い、はあ、疲れてるわはい、ということでセクシービームで倒してもいいらしいんで、これでこのままいくか。じゃあこれでいきます。はい、じゃあ試し撃ちしましょう。セクシービーム強いねこれは強いね、いやすごい、あ、これハードだと最高速で走ってると壁に当たるのか、
最高速まで行ったら、ああ、なるほど。イージーと、イージーでは穴に落ちなくなって、ノーマルは穴に落ちるんだけど、ハードはさらに壁にぶつかって、避けた。これだとノックバックは全然しないか。レーザーだったらどうだろう。ああ、ノックバックしない。ちょ、めっちゃ好戦的。倒れてるとこ来たぞ、今。あれ？ちょ、なんか撃てないんだけど。なんでなんでなんで。やべ、回復持ってないよ。これ。疲れてるとダメなのか？そら疲れるよな、こんなん打ってたら。ハードだからかな。これ結構しんどいかもな。ゲイ。じゃああんまり走るのも考えもんだな。はい、じゃあ頑張っていきます。はい、こいつ一瞬で死ぬから。サブマシンガンこんな感じだった。はい、やってきました。雑居ビルをクリアした後です。こっから今アパートに向かうんですけど、アパートに入るとエンディングらしいです。どこだろうね、アパートの入り口に入るとなのか家に入るとなのか、どっちだろう。まあ入ってみればわかるか。はい、たどり着きました。もうね、セクシービームだけで敵倒してきて、もう200体以上倒してるんで、で普通にイージーでよかった。途中でね、ちょっとハードきつすぎてノーマルに変えました。まだエンディングにはなりませんね。じゃねえか。家に入るとかな。じゃあここで一回セーブしとこうかな。ちょっと怖いから。オッケー。じゃあ行きましょうか。ここです。行きますよ。どうだ、エンディング始まるのか。お父さんと再会すると。父さん、ただいま。聞いてよ、とんでもないことになってるの。おかえり、シェリル、どうしたんだい。実は、というわけなの。普通に喋ってる。私の可愛いシェリルをそんな目に合わせるなんて。私の可愛いシェリルにこんな目に合わせる。許さん、サイレントヒルに行くぞ。父さん、かっこいい。ちょっと待って。わあ、来た UFO。 サイレントヒルの街を。ああ、分かった、そういうことか。ワンの流れで来てるってこと。で、今の金髪ってさ、あれじゃないの、2の主人公じゃない。さあ、良い子のみんな集まれ。え、おお、演技が始まりました。良い子のみんな、みんなそろそろ UFO エンディングとか飽きちゃってんじゃないのかい。いや、そんなことない、そんなことないよ。飽きた。よし、みんな素直だ。素直が一番成長するぞ。それじゃあ、そんな成長期のみんなでサイレントヒルの歌を歌おうかな。サイレントヒルの歌。よーし、行くよ。テーマソングがあるんだね。ワン、ツー、ワン、ツー、ゴー、ナナ。揃ってねえしな。シェキ。Yo, man. Yo. Yo. Yo, shake it. Shake it, shake it.
クローディアの歌ね。クローディアの歌。みんなは歌わなくていいよ。クローディア、クローディア、本当は優しいおばさんだ。そうなんだ。お菓子とか買ってくれるし、お年玉くれるし。だけどね、怒ると怖い。うん、あの黙って聞いておきましょう。サラリヒルの歌をみんなで歌おう、みんなでおめんどる歌いましょう。次誰だったかな。次はヴィンセント。ヴィンセント、ヴィンセントね。あ、俺の好きなヴィンセントね。ヴィンセント、ヴィンセント、本当やる優しい親思い、横断歩道でおばあさんの手とか引いてるし、だけどね、わがままだよ。ちょっとディスクの傷の関係で多分飛んで、あの字幕ずれてるんだと思います。それは勘弁してください。サラヒルの歌をみんなで歌おう、ダグラス。ダグラスも好き。ドーグラス、ドーグラス、本当は探偵じゃないんだ。朝とかやたら早いし、磯の香りするし、それはね、魚屋さんだから。えい、カンパジアスイヨー、カツオください。魚屋さんだったんだ、ダグラス。次は主役くる。サラフィールの歌、おめんなで歌おうよ、おめんなで歌おめんなで歌おうよ。じゃあ最後にヘザーね。来た、ヘザー。ヘザー、ヘザー、ヘザー、本当はバツイッチ虹の母。マジ育児とか大変だし、パートも行けないといけないし、だってさ、ヤンママだからなめんなよって感じ。まあヤンママだろうな。サラリヒルの歌、みんなで歌おう、みんなで、みんなで歌いましょう。サラリヒルの歌、転調したの。みんな殺された。とんでもなくふざけた歌でしたね。歌とエンディングとでしたね。リベンジだって、エンディングタイプ。リベンジエンド。 UFO じゃないんだね。クリア5回もしちゃったね。敵は殴っても銃でも一体も倒してないっていうね。あれ、ボス、あ、スプリットワームだけ19秒で倒しましたね。そっか、ボス倒したのはスプリットワームだっけ。はい、こんな感じでした。 UFO エンド。なんかもらえるかな。あ、もらえなかった。はい、いかがだったでしょうか。 UFO エンド、過去一ふざけてたんじゃないかな。まあでもなんかエンディング自体は紙芝居だったけど、まあ最後の歌がね、まああれは良かったですね。で、最後のエンディングですけど、多分ハリーはその UFO エンドの流れのハリーってことだよね。その UFO に連れ去られてもう普通に生活しちゃってたっていうそういう感じなんでしょうね。ちょっとね、あの2の主人公の名前はね、ジェームスだ、ジェームス。
あれ多分ジェームスだと思うんだよね、金髪で両分けだったと思う。ジェームスはドッグエンドだったよね、2の時は。まああの完全版みたいなやつでは UFO エンドあるらしいんですけどね。まあ今度気が向いたら買ってやりますけど。はい、ということでこれでサイレントヒル3のエンディングは全部見たんで、これで終わろうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。